皆さんこんばんは、小原こなみです。この番組は私小原こなみがいろんなことを心置きなくおしゃべりしていく番組です。ということで2回目ですね。はい、前回の1回目、私自宅で一人で聞いたんですが、もうめっちゃ緊張してたねなんか聞いてて恥ずかしかったよそれでね、その後たくさんラジオの感想、インスタグラムの方にもね、あとはふつおたでおはがきだったりメールたくさんいただきました。ありがとうございます。あのね、ちゃっかりね、インスタの DM の方に月が綺麗の岸監督からもメッセージが来て、ゲストに呼んでって来てなんかね、すごい嬉しかった。多分聞いてくれたのかはわからないけど、ね、なんかわざわざメッセージくださってありがたいなって思いました。そして近況トークなんですけど、先日かぐや様は小倉世帯で共演した小川葵ちゃんと、あとはオープニングを歌ってくださってるはるかさんの3人で、秋葉原のね、かぐや様がコラボしているロイヤルホストへ行ってきました。なんかもうメニューがね、すごく豪華でね、でしかもやっぱすごく美味しいんですよ。キャッキャキャッキャ、3人でね、楽しく話しながら食べていたから、多分周りの方になんかうるさいなあそこって思われたかなって思うんですけれども、なんかなかなかね、なんかキャストとアーティストの方がこう一緒になってお話しする機会って実はやっぱなかなかないので、前回かぐや様のラジオの方にはるかさんお越しいただいたんですけど、それ以来だったんで、なんかね、もうワクワクしながら3人で女子トークをしていましたよ。はい、ということでそろそろ始めていきましょう。今回も私のおしゃべりを心置きなくお楽しみください。改めまして、小原こなみです。それでは、ここからは、たくさんね、いただいたので、メールをご紹介していきたいと思いますよ。はい。ココネーム、チョロさんからいただきました。ありがとうございます。ココちゃん、こんばんは、こんばんは。ラジオ初回放送を聞かせていただきました。ありがとうございます。大変癒されるラジオで、月曜日の憂鬱な気分も少し晴れたような気がします。ココちゃんの照れると片言になるところが好きです。これからの放送楽しみにしています。というお便りをいただきました。ありがとうございます。なんかね、放送が日曜日の夜ってことなんで、一緒にね、また次の月曜から一週間頑張ろうっていう気分になれるように頑張ろうって、試みたんですけど、めっちゃ噛んでたよね。今回も噛んでると思うんだけど。そうなんだよ。困ったりね、焦ったりすると私、片言になる癖がついちゃってね。もう恥ずかしいよ。多分今後もめっちゃ片言になると思いますが、よろしくお願いします。ありがとうございます。そして続いて読んでいきます。ココネームちーくんからいただきました。ありがとうございます。小原さん、こんばんは、こんばんは。僕はこの春高校に入学しましたが、人見知りなので友達ができるか不安です。そこでもしよろしければ小原さん流の友達の作り方を教えてほしいです。これからもお体に気をつけてお仕事頑張ってください、というお便りをいただきました。ありがとうございます。いやー、高校、そうだよね、春だからね、おめでとうございます。そしてそう、なんかね、人見知りだから友達をどうやって作ったらいいかなっていう声すごいたくさんお聞きするんですよ。そうか、人見知りなのね。私はね、人見知りするけど、そんな極度な人見知りではないから、初めましてはね、お互い緊張はするけど、2回目以降とか普通に私喋れるタイプだから。でもね、そうだよね、学校入学したらみんな知らない人ってこともよくあるもんね。
当時私はやっぱ席の近い人からどんどん声をかけていくよね。なんかなんだろうな、すごい些細なことから話していく。なんかその人が持ってる持ち物とか、あとは靴とか、なんかそういうちっちゃいところからどんどん話を広げていくな、私だったら。あと最近だとなんか現場に出ることが多いので、差し入れでお菓子をいただいたりとかすると、やっぱお菓子食べて持ってきてくださった方に、これ美味しかったです、どこのですかとかってお話ししたり、あとは最近プリキュアの現場なんですけど、プルンス役の吉野さんといつもご一緒するんですけど、靴がね、すごくおしゃれなんですよ。だから、いつも吉野さんに、それどこの靴なんですかって言って、いつもお話してますよ。うん。なんかすごい、ほんと些細なところから話すると、意外にこう広がっていったりするから、なんかあんまり友達作らなきゃって、なんか気持ちにならなくても大丈夫だと思う。学校生活、ぜひ楽しんでくださいね。ほ、年上、年下、どっちも平気って来たけど。ああ、割と大丈夫です。まあ、業界だとね、すごく、ものすごい、大先輩の方とかだと、やっぱり緊張するし、あんまね、なんか、慣れ慣れしく、もういけないけれど、でもあんまり年齢は関係ないかな、私の場合は。得意なのは？どうだろう？得意なのは、でも、やっぱ同世代がやっぱり話しやすいかな、では思いますね。やっぱ同世代、学校だったらね、同世代の人が多いはずだから、いろんな話ができるといいね。応援してますよ。ということで、あ、前回のね、放送で、川越を勝手に盛り上げようって私が言ったから、川越についてのお便りがたくさん来ました。ありがとうございます。だね、ここから川越のお便りを読んでいきたいと思いますよ。ココネームまったりさんからいただきました。ありがとうございます。ココちゃんこんばんは。こんばんは。川越のマルヒロというデパートの屋上にあるワンパクランドという遊園地がおすすめです。レトロな感じの遊園地で遊んでいると小さい頃を思い出して童心に帰れます。ココちゃんは遊園地ではどんな乗り物が好きですか、というお便りです。へー、デパートの屋上、なんかね、そう、遊園地があるっていうのは聞いたことがあったんだけど、どこにそのマルヒロっていうデパートがあるか私わからなくて。そうなんだ。ちょっと後で調べて今度川越行った時に行ってみようかな。なんかめっちゃニヤニヤしそう。もし行ったらニヤニヤタイムで紹介しようかな。あ、じゃない、違う。川越のコーナーで紹介しないと意味ないよね。そうか。ありがとうございます。遊園地ではどんな乗り物が好きですか？私、絶叫系大好きなんですよ。だからね、全然関係ないけど、富士急ハイランドとか大好きなんですよ。そう、だからね、全部絶叫系乗ると、だいたいキャーっていう人いると思うんだけど、私ちょっと変わってて、落ちる瞬間に手叩いてずっとハハって笑ってるから、多分一緒に乗ったらおかしいじゃないかなって、思われちゃうかもしれない。遊園地、回る順番とか決まってる。決まってますね。なんか一番乗りたいやつにまず並んで、それで、余裕があったら、同じ乗り物2周したりする。で、あれだよね。名前っていいのかな？ディズニーランドとかだと、ファストパスがあるじゃないですか。だからね、もう門をくぐったら、もうミッキーとか関係なく私はダッシュしてますよ。案内する側。案内？あんま考えたことない。とりあえず一緒に行った。だから以前あるのは、遊び遊ばせで共演した木野稲ちゃんと長江梨花ちゃんの3人で、その夢の国へ行ったから、その時はもう3人でキャッキャしながら、とにかくダッシュして乗りたい乗り物に並んでた。楽しかったな。まあパレードとかはね、もう一切見なかった。
でもなんか3人笑うとやっぱ特徴があるからね。なんか分かった人もしかしたらいるかもしれない。3人で笑った時にね、ものすごい勢いで、はっ！って振り返った人が以前いたから。なんかそんな感じです。ちょっと話逸れちゃった。はい、ありがとうございます。じゃあ続いて読んでいきます。ココネーム、セレンディピティさんからいただきました。ありがとうございます。小原さん、こんにちは。こんにちは。高校時代、川越にある予備校に通っていたもので、私も川越に愛着があります。ほう。夏休み、朝から夜まで勉強して、大学は川越ではありませんが、都内の、早稲田にある大学に無事進学することができました。すごい。そんな私がおすすめするのは、小江戸という川越発のクラフトビールです。そのビールメーカーの製品に、紅赤という川越名物のさつまいもを混ぜ込んだ、甘味あるビールがあるのですが、私はそれが好きで、そのビールメーカーさんは定期的に自社のビール工場見学を行っているので参加したこともあります、という。へえ、工場見学やってるんだ。それは初めて知った。そしてこの方さらっと、早稲田の大学。すごいですね。もう私は無理だよ。すごいな。そして、そうですね、小江戸ビール有名ですよね。私ももちろん知っていますよ。そしてね、紅赤というビール、私も飲んだことがあるんですよ。ちょっと懐かしいですけど、1年半くらい前になるのかな、月が綺麗の作品の打ち上げの会場に、その小江戸ビール3種類ぐらいがね、すごい大量に並べられていて、それで私普段ビールをあまり飲まないから、でもせっかくあるし飲みたいと思って手に取ったのがその紅赤ってビールだったんですよ。そう。したら、ここに書いてある通り、なんかね、甘みを感じるビールだったから、すごい美味しくって、だからこの前も実は川越に行ったんですけど、その時にも買ったんですよ。だから私の今、家の冷蔵庫に入っています。お酒、何飲む？お酒は、でも、なんか大人っぽくね、日本酒とかさ、なんか芋焼酎とか言いたいんだけれどさ、もう全然そういうのがまだ飲めなくてね、甘いものばっかり。で、私好きなのが牛乳なので、カルアミルクとか、なんか、にして、よく飲んでますね。あとは、前回、誕生日を迎えた時に、月の名前が入った日本酒をいただいて、それはすごく美味しかったです。あと、酔ったら、私でも実は、まあ、いろんな打ち上げとか飲み会とか行くんですけど、酔うまで飲んだことが、実はなくて、だから自分が酔っ払ったらどうなるかわからないんです。だから、どうなるんだろう。なんかね、楽しくなるって人よくいるけど、私もぜひそうなりたい。でも普段がなんか、あははってしてるやつだから、うるさくって迷惑がられないかな。両親はね、強いんですよ、二人とも。だから実家に住んでいた時は、やっぱ、二人が飲んでるの目の前で見てて結構飲むから、私も強いんだろうなと思いつつ、でも次の日仕事あるしとかっていつも思うから、全然飲んでなくて。そう。だからなんかお酒飲むんだったらオレンジジュース飲もうとか、そっちのタイプだったんで、なんかね、お子ちゃまなの。チャレンジしてみたいお酒。ああ、でも、どうだろう。うちの事務所のマネージャーさんで、お酒好きな方が多いから、で、あとは、先輩だと茅野愛さんとか、もうお酒がお好きってことだから、ぜひね、なんか日本酒とかね、飲めるようになったらいいなって思いますよ。はい。あと、私からも川越の話しようかな。そう、先日、川越、私、行ってきたんですよ。丸一日滞在した日があって、昼間行って、昼の桜を、写真に一眼レフを持ってって、写真に収めて、で、夜まで待って、で、夜の川越の風景だったり、桜の写真を撮って、
もうね、すごく楽しかった。もうね、何回行っても楽しいの。で、いつも、前も言ったけど、熊野神社と氷川神社に行くんだけど、熊野神社に行ったらやっぱりね、私宛ての、絵馬とかもたくさんかけられてね、私はひたすら一人でなんか涙を流していた。みんなありがとう。そしてね、もう行ったのに満足したでしょって自分でも思ったのに、この前その冒頭に話した、ロイヤルホストへ、小川葵ちゃんとはるかさんと行ったんですけど、その後、小川葵ちゃんと二人になった時に、その日、夕方に実は行ったんだけど、時間あるねってなって、二人で急遽川越に行ったんですよ、夜。で、なんか、川沿いにすごい提灯とかも出てて、二人でなんかね、もうね、ああ、ねえ、綺麗だよ、見て、ここちゃんこっちだよ、わーとかって言って、二人ではしゃいでた。で、本来だったら、多分二人ともキャッキャキャッキャしてるから目立つはずが、もうね、それ以上に賑やかな、お花見をしてる大学生とかもいたからね。だから、なんか、私たちがむしろ逆に静かに見えたんじゃないかな。なんか、もう、ここ一週間ですごい川越を私も満喫しましたよ。はい。ということで、ありがとうございます。で、続いては、前回ね、決まりましたね。コーナーをやっていきたいと思います。では、行きますね。小原のニヤニヤタイム!はい。インスタグラムでね、私がよく嬉しいことがあったりすると、ハッシュタグで小原ニヤニヤタイムってよくつぶやいているんですよ。だから、それもあって、やっぱファンの方から、なんかこのコーナーをやったらどうかなっていうお便り前回いただいて、募集しますって言ったら結構来たから、どんどん紹介していきたいと思いますよ。ということで、いきます。ココネーム、このハモさんからいただきました。ありがとうございます。先日、雑貨屋さんで、中学生らしき制服の男女二人組が一緒に文房具を選んでいました。アラフォーの私にとっては子供でもおかしくない年齢のういういしいカップルに心の中でニヤニヤしていましたという。このアボさん、ありがとう。もうね、文章で私ニヤニヤしているよ。私もこれ実は先日見たんですよ。なんかちょっとおしゃれなことをしてみたいと思って、一人で時間ができたから吉祥寺に行ったんですよ。で、吉祥寺にね、おしゃれな文房具屋さんがあるから、そこを訪れたら、やっぱりね、10代のカップルが、お揃いでね、ボールペンを選んでいるの。ね、何色にするかとかって言ってて、もうなんか、全然聞こえないふりをしながらも、めっちゃ聞いてて、私。もうね、なんかね、別にイチャイチャしてるわけじゃないの。だけどね、もうなんか、楽しそうでね、羨ましくてね、なんかもう、はぁってなって、でも私一人だから、なんか買って帰ろうと思って、なんか記念に消しゴムを買って帰ったんだけど、もうその消しゴムを見るたびに思い出す、そのカップルを。いいね、こういうカップル、たくさんいるんだろうな。ありがとう。そしてじゃあ続いて、読んでいきますね。ココネーム、宇治丸さんからいただきました。ありがとうございます。小原さん、こんばんは。こんばんは。小原ニヤニヤタイム。なんだか癒されそうなコーナーですね。早速送ってみました。さて、ニヤニヤした話ですが、自分の高校の通学路には野良猫がいっぱいいます。毎朝泣いていたり、日向ぼっこしていたりする姿は本当に可愛くて癒されます。最近は子猫も見かけるようになって、思わずニヤニヤしちゃいました。ということで。ありがとうございます。へえ、あ、でも道端に野良猫よくいるよね。私も今、帰り道、行き帰りの通りによく猫が出るんだけど、私実家で、黒猫を飼っているんですけど、やっぱ一人暮らしを始めたからさ、なかなかその黒猫のクーって名前なんだけど、クーに会えなくて、したらね、この前夜歩いてたら、クーにそっくりな黒猫がいて。いや、なんか黒猫ってみんな似てるじゃんってみんな思うかもしれないけど、飼ってみたらわかるよ。自分の子ってやっぱね、わかるの。まあ、自分の子じゃないんだけど、顔もすごく似てて、尻尾の形もすごく似てて、だからね、その写真を撮って、母親にすぐ LINE をした。
似てないって。だけど夜撮ったからね、あのもうさ、しかも黒猫だからさ、影しか映んなくて、もう目がキラーンって光ってるから、もう母親になんだかわからないって言われて。そうだ、近所に私も猫ちゃんたくさんいるから、よく声を、恥ずかしいんですが、かけてます。はい、っていう。野良猫と遊ぶタイプですかって。遊ぶ、じゃれてくる子がいれば一緒に遊ぶかもしれない。でも大体なんかこう近づこうとするとヒュッて逃げちゃうから、あー行っちゃったーって思いながら、それでもニヤニヤしてます。はい、ありがとうございます。みんななんかニヤニヤしてるね。いいんだよ、こういう些細なので。はい、ということで続いていきますね。ココネーム、都会に行きたい田舎民中友さんからいただきました。ありがとうございます。ココちゃんこんばんは。こんばんは、僕にはもうすぐ8ヶ月になる次男がいるんですが、だいぶ表情が豊かになってきていて、顔をじっと見つめるとゆっくりとニコニコ顔になっていくんです。その表情の変化を見ていると、こちらまで釣られてニヤニヤしてきてしまいます。これが最近のニヤニヤタイムです。もうさ、いいね中友さん。もう都会に行きたいってとこは省略しよう。中友さんいいね。8ヶ月もうめっちゃ可愛いじゃん。私も10歳下に弟がいるんで、当時を思い出します。そうだね、この頃のね、赤ちゃんってめちゃくちゃ可愛いよね。なんかでもさ、なんか私はちょっと意地悪だったりしたからね、なんかすごい幸せそうに寝ている弟を見るとね、つい鼻をつまみたくなってねっていうことをよくしていたな。なんかいろいろ思い出しちゃった。8ヶ月次男ってことは、長男の方はおいくつなんだろう。歳が近いのかな。でもちっちゃい子の成長って早いからね、いつも見てると微笑ましいですよ。うん、子供は得意。私子供は大好きです。だからそうですね、近所にもあの保育園がほんとすぐ近くにあって、だから昼間とか朝とかもそうか、子供たちの声とかがよくするから、で仕事行こうと思って歩いてると、なんか保育園幼稚園の子たちが帽子かぶって列になって散歩している、散歩してるから、そうそう、なんて言うんだろう、あの専用のさ乗り物あるじゃん、に乗って、なんかすごい楽しそうにおしゃべりしながら歩いてる姿を見るから、もうね、私毎日ニヤニヤしていますよ。あ、弟と仲がいいか。私めちゃくちゃ仲いいです。だから去年の夏はあの弟がうちに泊まりに来て、でそれで川越に連れて行ってあげたりとか、あとはこの前母親と3人であの遊びに行きました。本当は父も一緒にと思ったんだけど、あの父もやっぱ仕事が忙しかったからね、あの参加できなくて、でなんかあの私の母は東京駅をちゃんと外から見たことがなかったらしくて、東京駅で降りて外観っていうのかな、建物を見てなんかすごい感動してて、なんかね15分ぐらいずっと写真撮ってた。すごい、なんかすごい微笑ましかったな、その母親を見てて。弟は横で呆れてたけどね。そうだな、私弟と二人だと、でも向こうはやっぱ今高校生だから進路の話とかもよくするし、あとはなんだろう、自分の身の回りで起きてる、だからやっぱ学生時代だと恋の話とかするんじゃないかな。だからね、なんかこっそりと自分のなんか話とかね、なんかしてくれるし、なんかいいな、周りは恋愛して楽しそうだなって話をよく聞きますよ。なんか聞こえてないふりをしながら聞き耳を立ててる、あの母と父の様子を見るのも私はすごい楽しいです、いつも。はい、っていう感じですね。皆さんありがとうございます。こんなにたくさんね、あのお便りをいただいたので、引き続き今後もあのニヤニヤタイムも、そしてあとは川越についてのメールだったり、あとは前回ねお話ししましたありがとうに関する
メールもお待ちしておりますので、ぜひぜひ送ってください。小原好みの心置きなく。小原好みの心置きなく、お別れの時間がやってきてしまいました。この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。宛先はおはがきの場合、郵便番号 105-8000 に文化放送小原好みの心置きなくまで。メールの場合はココラジアットマーク joqr.net、 ココラジアットマーク joqr.net です。ココラジのスペルはKOKORADI となっております。私への質問や普通歌、そして先ほどもねご紹介しましたコーナー案のメールなども、ぜひぜひいろんなメールお待ちしておりますよ。ということで、なんか2回目は大丈夫だったかな。でもちょいちょい噛んでたね。みんな許してね。そしてね、募集したらこんなにね温かいねメールがたくさん届いて、私嬉しかったですよ。もうね、募集しているのは小原のニヤニヤタイム、そしてありがとうのコーナー、お悩み相談、そして川越についてのお便りお待ちしております。全然これ以外でもなんかコーナー案があったらぜひ送ってくださいね。ということで、そしてあれですね、アニメは一人ぼっちの〇〇生活がいよいよ放送開始になりました。1話見たよっていうお便りもたくさんいただきました。皆さんありがとうございます。ね、もう冒頭でね、ぼっちちゃんの親友として私出てくるんだけど、友達ができるまで絶好だって言い切ってる女の子なんだけど、私も台本を見てびっくりです。でもね、こっからぼっちちゃんどんどん友達を増やすためにこう奮闘していくと思うので、こちらもぜひ見ていただけたらなと思います。そして他には2月から放送が始まっておりますスタートゥインクルプリキュアで私キュアミルキーを演じておりますので、ぜひぜひご覧いただけたらと思います。はい、あとはインスタの方にはたくさんね、川越の桜の写真だったり、あとは川越以外の桜のお写真を皆さんからたくさんいただきまして、本当にありがとうございます。なんか今後もね、近況報告あったらぜひぜひ送ってください。でこっちにもぜひね送ってくださいね。ということで、そろそろお別れです。ここまでのお相手は小原好みでした。来週のこの時間も心置きなくおしゃべりしていきましょう。バイバーイ。